はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。やはりこの高速出撃イベント、今週末行われている高速出撃イベントで怖い場所といえばね、展開が早いステージ、そして展開が早いステージ代表といえばこのカミーノ、かなりねビビっておりますが、このカミーノでこの高速出撃を生かして綺麗にね攻撃側で行きたい、最終フェーズもしくは勝ちにつなげるような動きしていきたいというところで頑張っていきたいと思います。まあ、とにもかくにも間違いなく辛いことは間違いないなんですね、こちらもこの裏を取ったりという動きかなりいけるとはいえ、相手も当然のこと高速出撃ですからね。いつも以上に裏を取っていく流れで削りきれなかったか、いつも以上に裏を取っていく流れとかそういうこと大切になっていくのかな。ただそもそも私はあんまり機能していないか、 F のバリアを張って敵に接近戦を敷いていく流れ、索敵も出してくれてる人がいるね、いいね、抑えたね、危ない危ない、爆発する爆発する、ここはナイス、いいですね、かなりスピーディーな展開スピーディーな展開を見せていってるんじゃなかろうか。そして敵も帰らないだろうから、私も帰りませんよね、こういう場合。いや、もうあれか、分体シールドはいらんから、やっぱり裏取りとかそういう系が大切になってきますかね。早いね、ただ俺バレてるんだよなこの位置。あれかな、航空戦力を出して上から崩せるかな、てか普通にいるな、危ない、さらに普通にいるな、まずいまずい、とりあえず1台壊して1台戻ってきてるやつがいるから、そこをなんとかしようか、そこなんとかしようか、噛みすぎなんだけど、久々に朝撮ったら結構噛みで、まあ普段から噛みだからいいのか。やべ、時間稼がれてるなこれ。効果的な照準、意外とこのなんていうんですか、この雲みたいなやつ怖いんだよな、事故りそうで怖い。そして完全に裏を取られている形、ナイス、ミサイル接近だな、お振り切った、ただ味方のあれが進んでない、西ランディングパッドの確保を進める、配置もきちんとやっていきたい、そしてこの高速リスポーンを生かさない立ち回りである、ビークル出してたらね、味方自分のとこからミスできないからね。またミサイルか、いるな、まずい、危ない、やっぱ後ろについてきてるか、ついてきてるね、後ろについてきてるやつを何とかしないと、
まずい、まずい。さらに後ろにいたか。これやばいじゃん。だいぶ人数が減った状態でやられとるな。置きたい、タレット置きたい。それをおとりにして行きましょう。エリアにヨーダでしょ、いるな。そこどうする、インフィレーターか。これなんかヒーローを使うチャンス来そうだな。危ない、行かないとまずい。あー、そうか、ガンシップも放置というか、あれか、制空権取られてるのか。制空権取られてる、あんまりよろしくないな。チンチンでしょ、いて、バレている。入れないぞ、ダメか、やばいな。手をこまねいてると負ける、まあ、よりによって後ろの人から出ちゃった。ボスクかな、後ろにいるのは。ちょっとヒーロー前両方とも出ないとここは厳しいかもしれん。これごまかしていきたいパターンなの。ただそれがいるからバレそうだよな。バレるよねそりゃそうだよな。ヘルメットスキャンがあるもんね。ダメか、ヒーロー使えんな。ちょっとインフィルトレーターで出るか。あー厳しい、さすがにきつい。さすがに後ろに1枚下がった状態では。作戦失敗、信号を停止する。やはり厳しいね。まあ、少しでも残ってればね、こう一旦こう敵を整理して相手のこうリスの時間のタイムラグで流れを変えていくみたいな動きができない以上、やっぱりかなりの圧力をかけて前に出て排除していかないといけないからね。やっぱりヒーローが一人バックというか後衛のヒーローになっちゃってたから、そこはまずかったかもしれない。やっぱアナキンとヨーダを一人でね撃破していくのは若干難しかったのかも。ちょっともうちょっと俺飛行機で頑張った方が良かったかもな。最後の方、自分が降りてきて以降は制空権取られちゃってる感じしてたからね。はい、というわけで皆さんもこの高速出撃イベントで厳しめのステージなんとかしてみるような動きしてみてください。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。連中が中に入ってきた。玉座の場は封鎖したが。カミーノは動画の長さで勝敗がねバレてしまいそうなので、恒例の尺調整です。はい、というわけで本編はもうここで終わりなので、特にねここから先は何も起こりませんので、皆さんご視聴ありがとうございましたという感じになります。ではまた見てね。っていうとね、おそらくもうこの動画の続きを見ている人はいないんじゃないかというところで、こっそり喋っていきたいと思います。まだねアナキン、やっぱこう強いからこそ活躍しなければという思いが強すぎて、いまだにね使うと緊張してしまうというね展開ありありなんでね、早くね慣れていきたいのと、さすがに24日また弱体化入るのかな。ただ24日の情報が少なすぎて、なんか今の感じだと本当にアップデートするのかなっていうくらい、ちょっとね新マップの追加ってもうちょっとこう大々的にテンションを上げてきてほしいところなんだけれども、なんかそれともやっぱりある程度公開を渋るほどのサプライズがあるのかと、逆にハードルを上げていってしまうような動きになっちゃってないかと
非常に心配しますね。ここまでなんか逆に溜めちゃうと、なんていうの、裏読みしちゃうというか、ひょっとしたらまたね、インフィルトレーター、別の時代のインフィルトレーターも追加してとか、俗に言う神アップデ的なものをかなりね意識してしまう、逆にね、っていうのも本当にこうマップだけの追加で、それもね、この時代がプリクエルの時代のものだとするとかなりねその肩透かし感というか、いやいやこれだけだったのに情報絞る必要あったのとか、そんな風にね思われちゃうんじゃないかと思って、ちょっともったいないかな。別になんていうの、そんなにすごいアップデートをしてこなきゃダメっていうほどなんで追い詰めたいわけではないものの、あまりにね情報開示がないと逆にこういろんな風な憶測を生んでしまう可能性が非常にあるんでね、いやーこれせめて週変わる前に情報欲しいな。まあ当然のごとくね、当日に来るといろいろ編集も大変になりますんで、私の事情的なものも鑑みていただけると、やはり今週中がいいかな、土日とかその辺で公式フォーラムの方を更新していただいて、ぜひね新情報でワクワクさせてほしいといったところであります。はい、まさかのね喋り出すとは思うまい的な感じで、尺調整のケツの部分の動画をしっかり見ていただいた方、重ね重ねありがとうございます。ということで、まあ、私にしては珍しく長生きだったのかなというアナキンの映像を見ながらお別れしたいと思います。まあ、なんだかんだ言って結論といえばアップデは楽しみだということで、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。ということで本当に動画はここまでになります。それではまた見てねー。